続いて高山が選んだ一曲。もう何て読むか分かんない。氷の真ん中のやつがあるの。本当。あれ何なのこれ。UVERworldさん。UVERworld。はい。で上がタイトルでゼロクワイヤーっていう曲です。ゼロって読む。これ何人の人なの。日本人です。UVERworldの。はい。私が多分中3の時からハマってて、私が好きな理由は、まず曲がいい。で歌詞がすごく良くて、なんか具体性があるのに比喩とか使ったりとかしてて、心をリンゴに例えてる曲とかがあって、心をリンゴに例えてる。ちょっともう今全くちんぷんかんぷんなんだけども、でそれで歌詞がいい曲はいっぱいあるんですけど、この曲はライブで歌う曲なんですよ。一緒にお客さんとみんなで、はい、おを11回言うんですよ。おを11回言うところがあって、おみたいな感じで11回言った後に、ヘイって言うんですよ。最後おじゃないの？あ、最後はヘイ。おをそんだけ言う人ってもうジャンボ鶴田さんだから、おなんで最後ヘイなのよ。それがすごくもう盛り上がるんで。幸せは人の不幸の上成り立つって、僕がこのプリンを食べたら死者でも出るのかい。僕らは美しいものばかり探すくせに、隣にいてくれる人の美しさに気づけない。ねえ、ベイビー、心を全てさらけ出して捧げてくれたら、ならベイビー次は君や、リンゴという名の心、ウサギの形にでもして食べさせてあげればいい。かっこいい曲だね。いい曲で、なるほどね。モットーがなんかその人からいただいた幸せを倍の幸せにして返したいなってすごい思ってるんですけど、それをもうまさにウーバーさんがリンゴに例えて、初見だとその比喩表現が本当ストレートにリンゴとかプリンしか思い浮かばなかったんだけど、プリンは何なの？プリンは不幸な人って幸せな人がいるからできちゃうんだよっていうことをよく言ったりするじゃないですか、世間で。あ、なるほど。でもだったらじゃあ僕がこのプリン食べたら死ぬ人でもいるのかいっていう。あ、なるほどね。私一番好きなのはここになかったんですけど。ないんかい。まあちょっとね、曲全部やってるとね、あの人生が100年だったとして、70億人世界でいるじゃないですか、70億人だったら1人1秒ずつ出会ったって全員には出会えない。まずいな、1秒どころかこの先の10年を君に捧げるつもりだから、もっと出会い大事にしていこうっていう歌詞です。スピードワゴンの小沢が言ったやつ。いや、ぽいじゃないね、これ小沢が言うのよ。あの合コンの乾杯の時に一番最初言うやつなんですよ。だから70億人に1秒ずつだったら、ね、計算すると何百何十何年かかると、はい、ところがもう僕たち何十分待ってるよね、乾杯っつってやると、そうなのよ、あの人は。